こんにちは、フリースピリッツです。本日はこちらビアベリーのホップをご紹介していきたいと思います。はい、こちらのアイテムもフリースピのチャンネルとか見てる方は知ってるよとか持ってるよって方もいると思うんですけども、今回初めて見るって方にも、もう持ってるけどちょっと見たいって方もぜひ最後までチェックしてみてください。はい、まずこちらのアイテムなんですけれども、ビアベリーという東京のブランドさんがお作りされているものでございます。ビアベリーっていうブランドさんがもともとこうハイブランドとかのカバンの修理をされている工房から生まれたファクトリーブランドなんですけれども、このビールのマークのおじさんのロゴが印象的なブランドさんでございます。このちょっとスタイリッシュなおじさんと、あとはこれが元祖おじさんのイラストなんですけれども、ちょっとどっちのパターンのアイテムもあってすごく可愛らしいので、結構こう揃えて持ちたくなるようなブランドさんでございます。こちらのホップっていうコインケースなんですけれども、こうコロンとした形が似てるということでホップっていう名前を付けられております。かなり手にこう持ちやすい小さめのサイズ感なんですけれども、しっかりとこう皮の質感、肉厚な感じとかも触って分かりやすいので、初めて革小物を持つって方にもぜひこう選んでいただきやすいアイテムなんじゃないかなと思います。で、今実際にお金を入れてみてるんですけども、中はこんな感じです。結構たっぷり入れてます。で、こう折り込み型のコインケースなんですけども、この上のホックボタンのところ、ここがこう上に上げることができるので、こんな感じでザーッとお金下ろして中身を見ることもできます。で、今かなり枚数入れてみてるんですけども、ざっと25枚ぐらいはここに収納することができます。かなりこうたっぷり収納できるので、小銭を結構貯めがちとか、小銭を使う回数が多いって方にすごく持ちやすいアイテムとなっております。で、今紹介しているのが、もともとグリーンのお色の経年変化のものなんですけども、元がこちらでございます。こんな感じで結構色味、ツヤ感とかも変わってくる牛革を使用しております。このビアベリーのボタンもすごく可愛いんですけども、ここも使っていくと、本当に長く使っていくと若干こう色こんな感じちょっと剥げていったりとかするので、このホックボタンのところの経年変化も一緒に楽しめるようなアイテムとなっております。で、他にもこういう迷彩柄のアイテムとか、こちらがリス塩レザーのアンティコっていうお色味なんですけども、こういう鮮やかで可愛らしいお色味とかも展開しております。こういうブラックとかブラウンとか持ちやすいお色味もありますし、コインケースとしての用途以外にも、女性とかだったらアクセサリーケースにしたり、あとはですね、お薬ケースとかにしたりとかして、大事なものを入れておくっていう小さなポーチとしても活躍するんじゃないかなと思います。なんかもしこれ入れてみたいけど入るのかみたいな質問とかあれば、ちょっとトライしてみますので、コメントをしていただければなと思います。はい、ということで今回はこちらビアベリーのホップをご紹介させていただきました。こんな感じでね、コインケースとしての用途はもちろんなんですけれども、それ以外にいろんな小物入れとかでも使えますし、男性女性どちらへのギフトにもすごく喜ばれるんじゃないかなと思いますので、ぜひプレゼント探してたって方も候補に入れていただけたらなと思います。ここで紹介しきれなかったお色味もたくさんあるので、ぜひ商品ページチェックしていただけたらなと思います。では本日もご視聴いただきありがとうございました。